うい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 こんにちは。こんにちは。お久しぶりです皆さん。みんな久しぶり配信。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。この時間におはようございます。嘘でしょ。いいね。お料理終わってるね。生活が。皆さん今日動画見てくれました？なんかコメント欄とかでさ、なんかおめえサムネ釣りしてんじゃねえ、殺すぞみたいな感じのさ、 お怒りコメント送るかなとかって思ったけど、なんか来なかったから、あ、意外と優しいなと思って。割と意味わかんないじゃん、冷静に考えたら。今日の動画冷静に考えたら意味わかんないけど、なんか誰もなんか怒ってなかったから、 YouTube ちょろんと思って。お金の音。発芽爆芽200円。マスク代、マスク代、天球スーパーチャッティング200円ありがとうございます。さっきナイファーしてたらおぬうくんとマッチングした。あれ、お前か。お前か、シップメントだろ。なんかうぜやついんなと思ってたんで、お前か。ふざけんな、マジで。最近ね、公開マッチ行くとね、本当にありがたい話ではあるんだけど、俺を知ってるであろう人が味方なのに、なんか俺が打ち合いしてる最中になんか画面の目の前に急に現れて屈伸したりとか、味方なのに俺のことを下打ってくる、なんかやべえやつもいるしで、ほんとめちゃくちゃだよ。ふざけんな、マジで。親指デビューおめでとうございます。ありがとうございます。そう、今日からチートに手出しました。俺もうね、キーマをやめたから、すまんこなんだけど、もう俺今日からチーターなんで、チーターって呼んでください。レイリーのサブアカなんで俺。その、なんかもう今までさ、配信とかでもさ、ずっとなんか、ね、背景でデスモンタージュ流して雑談する人みたいな感じだったけど、どう見てもイケメンなのに、なんで若干キモく見えるんですか？いや、キモいからで。キモいからだ。キモい、なんか、無職のなんか変なやつがこっとやってるから、それはキモいだな。イケメンでもなんでもねえ。発芽、またじゃ200円。おぬくんの最強設定、ノートで販売されますか？ Thank you, スーパーチャッティング。販売されてます、もうすでに。Twitter で、レイリーって検索してもらえれば、出るんで、はい。あれ、中身俺なんで。俺さ、Apex の動画上げたじゃん、俺、この前。Apex の動画上げたらさ、上げた時になんか、動画のね、開始3秒で、なんか僕、レイリーさんの DM をメモ代わりで使ってるんですけど、みたいな、意味わかんない始まり方したじゃん。僕最近、レイリーさんの DM をメモ代わりで使わせてもらってるんですけど、あれ、コラ画像じゃなくて、ガチでレイリーさんの DM で俺メモ代わりで本当に使ってたら、素で。なんか、帰ってきちゃったんだよ、DM。最近のメモはね、返信機能がついてる。最近のメモはね、返信機能ついてるんですよ。びっくりしちゃいました、マジで。おしっこ漏れましたね。俺はちょっとだけ俺、レイリーさんと仲良くなったんだよね、俺。もうわけわかんなさすぎて。どうしたらおぬくんの彼氏になれますか？え、お金見ついてくれたら。お金とマンコ見ついてくれたら、もうほんと、基本的でなんかモンスターハンターに出てきそうな顔してない限りだったら、誰でも付き合います、俺は。ちょろいんで。ちょろい安めのチンコなんで、俺。いや、割とマジでさ、ガチの話していい？まあ、ノートとはまた別だけどさ、俺さ、メンバーシップワンチャン、ちょっと俺、金稼ぎしようかなと思って。メンバーシップ、作っていい？俺。ダメですか？コットミンってさ、俺と同じ陰キャだからさ、メンバーシップ作ると、うわ、こいつ金稼ぎしてやがる、死ねよとかって、なんか、本気で切れる子たち出てくるんだけど、ダメ？俺作っていい？メンシップ、一人200円。一人200円。どう？特典なしみたいな。完全オフセ用みたいな。オフセ用とまでは言わないけどさ。で、なんか200円だったらさ、ワンチャン君たち、なんか、俺と同じ ADHD だから、あれ？この200円、なんだっけみたいな、その月末支払いの時に。なんかこれ、なんかよくわかんない200円の支払いあるなぁ。まあ、いっか、みたいな感じで多分なるっしょ。200円だったら。500円とかだと、なんか、え、この500円なんだよみたいな感じで、多分ブチ切れて、メンバーシップ解約されるから、200円だったらワンチャン、ん、この200円なんだっけみたいな、多分なるっしょ。お前ら。ママのクレカで入る。いいね。ママのクレカでスパさせてくれよ、じゃあ。無限に金が湧き出る、魔法のカード。うん、もうちょっと安くなりません。え、だいぶ安いぞ、200円。ほら、他の、何で死んだのこれ。他のさ、見てみろよ、チャンネルのメンバーシップ。もう500円とかだぞ。俺、この前、バリサさんのメンバーシップ見に行ったら6万円とかで、目ん玉とおしっこ飛び出たわ、マジで。なんだそれと思って。あれはネタだろうからいいんだけどさ。え、てかさ、俺この前初めて知ったんだけどさ、バーミリオンさんってさ、メンバーシップあるんだね。俺、初めて知った、俺。なんか、この前なんか、メンバーになるみたいな、なんか、ボタン出てきたんだよな。俺さ、あんま言わない方がいいんだけどさ、最近のさ、なんかバーミリオンさんの動画さ、あんま好きじゃない。なんかさ、最近のバーミリオンさん俺あんま好きじゃないんだよ。一応さ、バーミリオンさん一応好きだからさ、動画さ、出されたらチェックしてはいるんだけど、ね、最近ガチのひねくれ陰キャみたいななんか動画ばっか出してて、なんか、なんだろうな、なんか、面白いネガキャンじゃなくなってるんだよな。バーミリオンさんの動画。なんか俺、あれ見てて悲しくなる。俺、あの人の動画。外野からなんか、石投げてるから、なんか。いや、これ伝わんねえかな、これちょっと。バーミリオンさんのタグ動画好き。いや、あれは好き。うん、わかる。
そう、ああいう感じの、なんか、面白いネガキャンみたいな、なんかそういう動画が見たくて、俺バーミラさんの動画クリックしてんのに、なんか、マジでなんかコットのなんか大手で 1,2 万再生だからこの界隈にもう未来はありませんとか言って、いやまあ言いたいことはわかるんだけどさみたいな言いたいことはわかるんだけどさ、なんか違うんだよな最近のバーミラさん。俺あんま好きじゃないな。なんか必死になんかコット実況しますけど意味ないっすよみたいな、なんかしかもなんかバーミラさんの昨日の動画のコメント欄で、ジャンヌがあのオヌーとコラボしたってことはなんかそういうことやなみたいな感じの、なんか意味わかんないさ、多分そのジャンヌがオヌーとコラボしたってことはまあなんかそれほど落ちぶれたんだなみたいなことを多分言いたいんだろうけど、そういうコメントあってよ、あれガチ腹立ったんだよな。人のコメント欄あんまね見ない方がいいんだろうけどさ、バーミロンさんのそのなんか動画のコメント欄で、まああのジャンヌがオヌーとコラボしてるってことは相当落ちぶれたんやなみたいなことを多分言いたいであろうコメントを見つけてしまって、あれクソ腹立ったな。みたいな。なんか別になんかなんか勝手になんかわけわからないやつになんか下に見られてんのもなんか腹立つし、あれ俺だってなんか相当頑張ってジャンヌさんとのコラボを実現できたのに、なんかまあそこがコラボするってことは相当落ちぶれたんやなみたいな、あれクソ腹立ったから、あのコメント書いたやつなし車に轢かれて死んでくんねえかなあのコメント書いたやつマジ本当に引きに行くぞ俺マジで。そんなこと言っちゃうやつ車がかわいそうあ、車がかわいそう、確かにわかる。車がもったいない。ここ最近トップ3で腹立ったわマジで。でもなんかすごいなって思うよ。なんか基本的にどの動画開いても大体 MW2 の悪口言ってんじゃん。よくそれでなんかめっちゃネタ思い浮かぶなと思って、動画上げるネタ。そこはすごいわ普通に。バーミリオン動画のネタ AI に考えてもらってあ、そういうことくさくさだとしたらあんま優秀な AI ではねえな。何したのお前、何がチートしてるの。俺やで俺やで、休憩でパッドっていうチート使ってる今。やばクソ強えマジで。あー強すぎ。ここおりやろ、ほらバカオツ。個人的な意見で大丈夫です。コールオブデューティーってなんでオワコン化したんですか。エイペックスのせいだよな。エイペックスのせいで今年ながら早く COD エイペックスのこと訴えてくんねえかな。だってさ、エイペックスなかったらみんなもコットやるでしょ多分。あとバロマンとかなかったら多分みんなコットやってくれるはずなんで。やるゲームがちょっと増えちゃったからな。エイペックスが多分じゃあ1ヶ月メンテナンスで差しっていうか、サービス停止しますって言ったら多分結構な数の人はコールオブデューティー来てくれると思うんだよね。エイペックス1ヶ月の間サービス停止ですってなったら多分やってくれるはず。やらんわ、クソ。まあすでになんか MW2 買ってもうこのゲーム無理っすわってなった人はまあそれは戻ってこないだろうけど永遠に。ただ MW2 やったことないですみたいな人だったら多分戻ってきてくれるはず。ほっともなマジで。基本プレイ無料にしてくんねえかな、さっさと頼むよ頼むよ。うわびくしょ、おぶね、何お前殺すぞ。ウォーゾンであのクオリティで無料にできんだったらマルチも無料でええやろ思うんやけどな。でも運営ケチだからな。金稼げるんだったらなるべくどんな手を使ってでも稼げたいマンだからあいつら。だからまあマルチが無料になることは多分永遠にないんですけど。いやマジでも、いや7対120、やばすぎ、何この点差、びっくりしたわ。さすがにメンタも飛び出るって。ちょっとチート使いますね。こんにちは、出てきて。あー眩しい。俺のと突すなしてちょっと女性視聴者妊娠させようかなと思ったけど女視聴者いなかった。おうますげえ、俺やば、天才か、やば、ラッシュじゃん。なんかシップメント縛りしてる気持ち悪い人だったらそれはショットガン遭遇しまくるけど、なんなんこいつ、ふざけんな、お前のせいでクソゲーかしてんだ。無料期間始まってから割と人口、お前嫌い死ね、こいつ。